はい。皆さん、こんにちは。ネット物販講師の黒沢です。今回は、炎の講演家、YouTube 講演家、鴨頭吉人さんのファンの方に、おこがましいながら語りかけるつもりで話をさせていただきます。論点とすれば、ファンという言葉の定義を少し講義で解釈することによって、実はファンの方がアンチだと言って、 で、完全否定しているような方たちの意見っていうのも、少しだけ腹に落とせると言いますか、賛同するかどうかは別として、とりあえず受け入れるところまではできるんじゃないかなっていう話です。このファンという言葉、コトバンクで調べると、熱心な愛好者、実際に自分がするのではなく、それらを見たり聞いたりすることが好きな人、また特定の人物を熱烈に支持する人とあります。 現代的な言い方だと推しだとか、少し前の言い方だとひいきにするの、ひいきっていうのが当てはまると思います。今回は、鴨頭さんのファン、イコール、鴨頭さんが好き、プラス、お金を払ってでも近づくことに何かしらのメリットを感じる人、 という定義で話をさせていただきます。まず一つ目、鴨頭さんが好きっていうことについてなんですが、好きっていう競技の意味ではなく、関心と捉えてみてほしいんですね。関心っていうのは、好きも嫌いも関心のうちです。この世は極端な話言えば、好きか嫌いかの世界というよりは、関心か無関心かの世界であって、関心を持っている人の中で好きな人と嫌いな人が存在していると考えられるわけですね。つまり、ファンの方だけではなく、 で、例えば、ヒロシさんだとか、アンブのベジータさん、ミネシマ社長、もちろん私もなんですが、カモガシラさんに関心を持っている人という点では、ファンの方と一致しているんです。トマベチヒデトさんとか、コーチングの元祖ルータイス氏が好きな人から言わせれば、ファンもアンチも重要度の部分関数的順列の中で、上位にカモガシラヨシヒトさんが存在している人たちということになります。講義の意味では、ベクトルは同じということですね。ここで鴨頭さん がが唱える空空間間とといいううう言言葉ののののの定義が要にななってきますす彼はイ、はい、イエスの世界イエスス世世界界マンんですつまり、否定が存在してはいけない世界になるわけですが、要するに、彼の言うことはすべてイエス、彼の言うことはすべて正しいという信仰宗教的な話に持っていこうとしている嫌いがあります。これって最悪宗教戦争みたいな構図になりがちなんですよね。A の宗教の人は自分たちが正しいと考えていて、 B の宗教の人も自分たちが正しいと考えていて A と B の教義が異なっている場合ぶつかりやすいってことです鴨頭さんのおっしゃっている承認空間という言葉の定義についてそのまま鵜呑みにするのかそこに対して何かしらの違和感を感じているかっていうことがファンとアンチを分けている一つの線引きになっているように感じられます私は厳密に言うとアンチっていうわけではないんですが鴨頭さんのおっしゃる承認空間という言葉には違和感を 感じます私の考える承認空間は人は間違いを犯すし暴走することもあるという前提で考えていかなければいけないものだからですつまり関心がある人好きな人だからこそ間違っている点があれば指摘するし認められるところがあればもちろん認めるし尊敬もするわけです人間は不完全な生き物という前提で考えているのでひいしていると間違ってても指摘しづらかったり違和感を感じてもそ そのまま鵜呑みにしてしまったり否定したらいけないなぁと感じやすいし最悪指摘も正当な批判もすべてひっくるめて誹謗中傷だって言いやすい状況になりますしそうなってしまうと大好きな人が暴走しているにもかかわらず暴走をし続けさせてしまう暴走を助長してしまうという状況になってしまうので本末転倒です中退してしまったんですが自分が慶応大学の野学通信課程というものに通っていた時に 数学の先生がすべての学問は批判と反論の繰り返しですよって話をされていましたつまり否定することがいけないのではなくむしろ批判と反論を繰り返すことによって学問も人も成長していくということです例えばこのコロナ禍にトラベルイングリッシュ旅行英会話についてのキャンペーンを打ち出したりポストクラブみたいな焼肉店で唾液が拡散しやすいようなかつめちゃめちゃ高級なお店を開店するっていうのはちょっとい いくらなんでも違うなって思う方。 実は多いんじゃないんでしょうか？私はネット物販の人間なので、カモっちというアパレルブランドをプロデュースした。社長さんのことも実は存じ上げているんですが、もし私が本当に世界を笑顔にしたいっていうコンセプトで動くのであれば、自分で勝手にブランドをプロデュースして、それを買わせるっていう動きにはしません。自分であれば信者にだけ買わせてオッケーっていう考え方ではなくって、みんなでブランドのコンセプトを考えて。クラブ ドファンディングなどを行って商材を作って。 で信者以外の一般のお客様を相手にアパレルブランドを展開していくっていう方がいいと思うんですねそれこそ鴨頭さんが一つ法人アカウントをアマゾンで開設しそこでみんなでプロデュースした商品を売りますもちろん鴨頭さんが一番お金は多く取って叱るべきだけれども残りの収益はみんなで分配してみんなでプラスになりましょうねみんな笑顔になりましょうねって形を取った方がいいと思いますししかし自分の鴨頭 っていう名前を出すために。 自分の収益を出すためにファンの方、信者の方からだけ課金させるようなシステムっていうのは信仰宗教のお伏せみたいな状況になってしまいます。実際自分は共同買い付けといって生徒さんとみんなで商品をリサーチして特定の商品をお金出し合って買い付けて一つのアカウントで販売し収益をみんなで当分に分配するっていうやり方をとっています。このやり方であれば生徒さん皆さん笑顔になれるだけで だけではなく、商品を購入した一般のお客様も笑顔にすることができるので、まさにどちらかというとこちらの方が世界を笑顔にするっていうことにつながっているような気がします。2つ目は後半のお金を払ってでも近づくことにメリットを感じるということについて少し分析してみたいと思います。これは株に例えるとわかりやすいと思います。お金を払ってでもその人に近づきたいイコール鴨頭さんというブランドの銘柄の株を買ったとか。 考えてみるとということですよく人のことを、あの人は株が上がった、だとか、あの人の株が下がった、みたいな言い方しますよね。私は10年前、与沢翼さんの1000人規模のビジネススクールに入っていたんですが、与沢翼さんに教えてもらいましたよって話をすると、正直彼は前からうさんくさい人間ではあるけれども、ある意味ずっと生き残っている人間で、かつ青汁王子とかともコラボしているようなくらいの方なので、え、あの与沢さんとすごいじゃないですか、 みたいな形でポジティブなリアクションをいただけることも多いんですじゃあ現在鴨頭さんの話し方の学校に通っていましたよだとか鴨頭さんとツーショット取ったことがありますよっていうことがどれだけの価値を持っているのかっていう話です正直彼に懐疑的な意味で関心を持っている多くの方々がどんどん増えていてかつ信者離れが加速しているような状況って言うなれば株価が大暴落しているってことだと思います もちろん、金銭的な面に着目すると、直接間接の理由も含めて、お金を回収できた方もいらっしゃると思います。具体的には3つあると考えていて、まず1つ目、私個人的には生理的な抵抗感があるんですが、あの、カンカンとした話し方だとか、ものすごく流暢な話術、そういったものを獲得し、その技術を使って収益化できた方、 かつ、話し方の学校に何十万払っただとか、セミナーに何十万払っただとか、そういった今まで投資したお金以上のものを回収できた方は、近づいてよかったなと言えると思いますし、例えばコミュ症で自己否定も強く、鴨頭さんが大好きなラルフワールド・エマソンの言葉を使えば、セルフリライアンス、自己信頼度も低い方が、その状況を打破できて、社会復帰できただとか、今まで以上に仕事に頼っ もしく打ち込むことができて結果的に収益が投資した分以上に回収できたっていうのであればそれも恩恵を得られたと言えますしあとはよろしくないやり方なんですが鴨頭さんの周りに集まる人たちってある意味情弱ビジネス信者ビジネス界隈の人から見れば 絶好の餌食絶好のカモだと思うんですよって鴨頭さんって言って鴨頭さんに近づくふりをして実は鴨頭さんの周りに集まる人たちに的を絞って彼らから何かしらのお金を回収したって人も中にはいらっしゃると思います正直これはリフォーム詐欺レベルの話ですが少なくとも回収はできているというわけですねこのような形でちょっとお金のことばっかり話してしまいましたが実際お金として そして回収できていないのであればファンでいることのメリットって株価だと思うんです極端な考え方かもしれませんが株が上がっている人のそばにいればその人の株も上がるし株が下がっている人と関わってますっていうことを言われるとその人の株まで下がってしまいますよね私が中学高校生時代にお世話になった山田先生という素晴らしい英会話の講師がいらっしゃったんですが彼女が十代の自分に何度も言い聞かせてくださったことが二つあって1つ 一つ目は I'm proud of you 私はあなたを誇りに思ってますよあなたを認めますよというただでさえ感傷的な思春期の時期の私を認めてくださる自己肯定感を高める言葉でもう一つが Choose your friends あなたの友達を選びなさいっていう言葉でした無償の間柄にせよお金を払って近づく人にせよ 誰と関わりを持つかっていうのは常に俯瞰的にフラットにかつシビアに見定めなければいけない重要なファクター要素だってことです。というわけで今回は鴨頭さんのファンイコール鴨頭さんが好きプラスお金を払ってでも近づくことにメリットを感じると定義した場合まず前半の好きという言葉はもっと抗義の関心があるという感覚で見直してみたらどうか後半のお金を払ってでも近づくことにメリットを感じる という部分は鴨頭さんというブランドの銘柄の株を買うという感覚で客観的に状況を俯瞰してみると良いのではないかという話をさせていただきました長くなりましたが最後までご清聴くださりありがとうございますもし今回の動画少しでも参考になったなって方よろしければ高評価チャンネル登録いただければ幸いですまた色々なご意見あると思いますのでぜひ自由に書き込んでいただければ幸いです私もコメントの中から本当に色々と学ばせて いただいておりますのでどうぞよろしくお願いいたしますでは失礼いたします